4人の貝たちが穴を掘っていると、謎の人がやってきました。こんなところで何をやっている？お前は？あれはリンクジョーカーに取り憑かれてリバースした時の俺だ。え？はっ！俺が4人。これお前たちが掘ったのか？そうだな。すげえな。俺とそっくりなやつがいっぱいいるんだけど、何これ、絵が？また増えた。この人じゃないの？本当の未来の俺。爽やかだし、俺と雰囲気似てるし。いや、残念ながら彼はおそらく別の世界線の怪都市じゃ。ナイスシルバーな俺。そうじゃの、わしゃこんな能天気じゃないの。ヨボヨボな俺。ところで飯はまだかの？おい、どんどん増えてるぞ。いっぱいだ。人手が増えたのはいいが、誰かが仕切らないと混乱するぞ。だったら怪都市の中でも主人公を任されているやつが適任じゃないか。長いヴァンガードの歴史の中で主人公になったのはそこのレイオンメイト編の俺と、この喉自慢編の俺だけだ。喉自慢編？60話で終わったがな。そんなに続いたのか。しかも俺が主役で。いや、お前誰だ？他にもおるぞ。あっちが親知らずを抜いた時のわし、こっちは服がリバースしていて恥をかいた時のわし、でこっちはファイトに負けてやけ酒し初めてリバースした時のわし、うん、これで全員リバース改革。うるせえ、さっきからリバースネタ多くないか。そこまで細かく刻んでこなくてもいいだろ。休んでていいか。飯はまだかい。まずいまずい、増えすぎだ。なんだこれは？俺がたくさん。おお、あれは左手で書いたわし、下書きのわし、明かりのわし。もう誰だかわかんねえよ。貝がいっぱい。もしかしてセルカの楽しいことってまだ増える？おい待て、これ以上はファイナルターン。いっぱいいると楽しいね。どこがだ。